日本代表全員スピードマックスならワールドカップベスト8の壁越えれる説。以前決定力をマックスにし検証した際、グループステージは難なく突破するも、決勝トーナメント1回戦のイングランドに PK で敗れ、ベスト8の壁を越えることができず。ということで今回は、全員のスピードと瞬発力をマックスにすればベスト8の壁を越えることができるのか検証してみることに。組み合わせは以前と同様、ロシアワールドカップを再現。それでは初戦のコロンビア戦を観戦していこう。果たしてスピードを生かし勝利することはできるのか。キックオフ。前半4分、伊藤がクロスを上げると大迫が一瞬で相手の前に入りボレーシュート。しかし枠を捉えられず。7分、コロンビア右からクロスを上げ、ムリエルが合わせるも左にそれる。10分、田中が勢いを持って抜け出し突破を試みるもやりきれず。31分には右サイドの伊藤がスペースでボールを受けると高速クロス、大迫が合わせるが惜しくもクロスバー。37分、またも日本の攻撃。遠藤から大迫へ絶妙なパス、相手に一度は防がれるもこぼれ球をシュート。スピードを生かしたが簡単に相手に対応されてしまった。すると39分、フリーキックを獲得すると南野が華麗に沈め日本先制。スピードとは関係ないセットプレーでの得点だったが、完璧なゴールだからよし。前半を日本リードで折り返す。後半に入り61分、南野のクロスに大迫が合わせるもキーパー正面。65分にも長友のクロスから大迫が合わせるも決定力を欠き得点奪えず。追加点は取れなかったが、日本が1対0で初戦を勝利で飾った。続いてセネガル戦を観戦していこう。前半6分、この試合も大迫が頭で果敢にゴールを狙う。16分、板倉の足が空回りしてしまったのかありえないミス。21分、セネガルのセットプレー、ここからオーバーヘッドで合わせる。26分、大迫がバイタルでボールを受けシュート。しかしここもキーパー正面。両者ほぼ互角の内容で前半を折り返す。55分、またも大迫がボールを受けるとダブルタッチで持ち出しシュート。しかしまたもキーパーに阻まれる。シュートまでの流れは完璧だが最後を決め切ることができない。後半の見せ場はあの大迫のシュート1本のみとなり、0対0で試合終了。続いてポーランド戦を観戦していこう。前半は終始ポーランドにボールを持たれ、スピードを生かすどころかほとんどマイボールでプレーできず、そのまま終了。後半に入っても攻められることの多い日本だったが、終了間際のピンチもしっかりと守りきり、勝ち点1を積み上げグループステージ突破を決めた。得失点差で2位通過を決めた日本の決勝トーナメント1回戦の相手は、またしても日本代表企画でおなじみのイングランドだ。決定力マックスの日本代表は PK 戦で敗れたが、スピードマックスの日本代表はどんな戦いを見せてくれるのか。キックオフ。11分、スターリングが一瞬のスピードを見せシュート。ここは権田がしっかりキャッチ。36分、南野のパスを大迫がうまく受け右の伊藤へ渡すとそのままシュート。しかしディフェンダーに阻まれる。このシーンは自分で言って欲しかったが。43分、伊藤がキープしクロスを上げるもここは合わず。前半をスコアレスで折り返す。53分、イングランドの攻撃を日本が体を張って守るとこぼれ球を谷口が前線の伊藤へパス。これを受けた伊藤が右サイドをスピードを生かし駆け上がり一気にカウンター。そこから流れるようなパス回しから最後は森田のシュート。止められはしたが日本が怒涛のスピードサッカーを見せる。その後一進一退の攻防を見せゴールを奪いに行くもお互い得点を決めることができず、試合は延長戦へ突入。97分、柴崎のシュート。疲れで軸足がぐらついたかここは大きく枠の外。延長後半に入り111分、交代で入った前田大然がスピードを生かし抜き出すもやりきれず。114分、またも柴崎のシュート。スタンドに突き刺す強烈な一撃。延長でもゴールを決めることができず、またもスピードの関係ない PK 戦へ。イングランドの1人目はハリー・ケイン。これを冷静に沈めると日本の1人目は南野。大事な1本目を止められてしまう。これを外すと後がない日本3人目は今日軸足ブレブレの柴崎。やっぱりブレブレ。これを決められると日本の敗北が確定してしまう。権田止められるか。これを決められてしまい日本敗北。決定力の時同様ベスト16でイングランドに敗れ、またしてもベスト8進出ならず。次回、決定力とスピードマックスなら次こそはベスト8の壁越えれる説。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。